ごくてびっくりでした、ね、あの実際のあの絵とあの価格の外側にはもう10人規模の人が実は10人じゃ済まなかった、みんな隠れてた、あーあの CM がここで撮られてたとはね、すごく裏側をぜひね、見せしたいなっていうぐらいだったんですよね。大丈夫ですか？ああ大丈夫ですよ、普通には。ナイトさんがあの気になってコメントする、そうそう、小さくても見つけるから、ナイトさん、ナイトさんと青木凛さんすごい似てるんですよ、うん、僕今ちょっと髪長いけど、坊主なんですか、ナイトさん、ナイトさん、来ました。はい、ということでこれ限定10食ということなんですけど、銀星食ということでちょっと変わった名前なんですけど、これ青魚のね、この物資を使ってということで5種類使っているということで、綺麗なスープ、そしてね油あんまりね使ってないっていうことなんですけど、本当にね美味しい爽やかな香りがねしてきますね。いただきます。ほんとこれ癒し系ですね。もうねこの魚介というかね、お魚のねいい出汁がね口の中でこう優しく広がるというんですか、で結構ね鼻にね抜ける香りもね本当に爽やかで、このねスープ、これ癖になりそうですね。和みます。わ、これは本当にねお出汁で食べるラーメンといいますか、これはいつ食べても美味しいやつですね。乗っかっているこのチャーシュー2種盛りですね、バラと肩ロースということで、おいしい。もうねちょっとしたねこれチャーシュー麺ですよね、これだけねちょっとチャーシュー乗ってると満足感ありますね、うん。はい、ということで来ました。こちらはね豚骨煮干しということで、こちら限定で出した後にですねこう人気がねもう出てレギュラー化したメニューということで、まあ、煮干しがね好きな人を、ね、こちらで美味しい一杯にいただけるということで、早速いきたいと思います。ではいただきます。あ、いいっすね。なんか煮干しの香りも豚骨の旨もしっかり感じるんですけど、なんていうんですか、調和が取れてるというか、どちらもねちゃんと主張してくるスープ、これはね美味しいですね。うん、これはねやっぱりね煮干し系にはこの麺という感じがしてね、本当に満足感があるね麺ですね。スープとの相性も最高です。これ、ね、平日これランチタイム限定でついてくるおにぎり、これ すごいですね、こう具もたくさん入ってていいんですかね、ちょっとクオリティがサービスで出しちゃっていいのかなっていう感じなんですけど、いただきます。優しいなこれ、これね銀星町と合いますね、まあ、すぐなくなっちゃいますね、うん。こちら銀星町味変もありまして、これ紅生姜と大根おろし、これ味変で大根おろしって結構ね珍しいかなと思うんですけど、ちょっとどんな感じか入れてみたいと思います。このね紅生姜のねこの色が本当にねこう綺麗にスープに合いますね。いただきます。いやこれ合いますね、合いますね、うん。これ紅生姜がね本当キリッとね味を変えてくれるし、なんていうとこのね大根おろしのこのなんていうんですかねまろやかな感じっていうか、スープがねこううまくマッチングする感じ、これ味変でもねいいですね、この癒し系の感じのラーメンに合ってます。
いやー食いました。思わずスープ缶と。本当にねこう癒されるね一杯でしたね。もうねチャーシューもあるし、平日はおにぎりとかついてくるってことなんで、こう満足感もあってね最高でしたね。ごちそうさまでした。はい、ということで皆さんこちらお得な情報なんですけど、こちら、登録者限定ということでいただきました。メニューにはまだないやつなんですよね。これミニのチャーシュー丼でございます。すでに青木さん食べてますけど、僕いただきたいと思います。すみません、いただきます。おいしいこれチャーシューとね、柚子胡椒だけなんですけど、柚子が合うよね。めちゃくちゃ合いますね。本当にこれいいんですか。ちょっと登録者画面を見せるとこれいただけるってことなんで、これ一時間帯問わずでいいんですよね。ということで皆さんぜひね来た時はこのチャーシュー丼も一緒に食べてほしいなと思います。銀星賞のスープかけてもらいましょう。お茶漬けみたいな感じしてもいいですね。このままでも本当美味しいですね。